新千歳空港の出発ロビーでは、姿が見えなくなるまで手を振って別れを惜しむ多くの家族の姿が見られました。ソリで滑ったこと、慣れたら北海道の厳しい寒さを経験させてました。風邪もひかずに元気に過ごしてくれてたのでよかったです。明日からもうちょっとっていうかずっと休み、ずっと休みたいところですけど、頑張って切り替えて働きたいと思います。U ターンラッシュによる空の便の混雑は昨日から続いていて、今日も新千歳空港から東京や大阪などに向かう便は終日ほぼ満席となっています。